三朝制は、中国、北魏の高文み門によって制定された、村落統治制度。以降の北朝でも若干の変更はあるものの引き続き、実施された。485年、利用期の検索によって制定されたとされる。北魏では、豪族が、宗主、ただし守るの名目で、多数の民庫を隠して支配し、租税、力益徴収の妨害となっていることから、漢人 戦費などを民族の枠を取り払って、末端行政の改革を図ることで人民の不益の公平化と豪族による貧民搾取を制限して貧富の拡大を抑制する意図があった。これに対して税制の混乱を招くとする風をもえき、低予の反対があったが、協体後、元平の賛成を受けて実施された。前者は従来の権益を守ろうとする、 漢人豪族側の立場に立ち、後者は、戦費内部の格差拡大が軍事力低下につながることに、危機感を抱く戦費支配層の立場に立ったものと、考えられている。なお、小賀昇は山頂の制度は、利用機の創作ではなく、漢人社会で古くから行われていた里藤三郎を、制度化したものとする。五屋を、隣、五隣を、里、五里を等として、それぞれに長を置き、 彼らが戸籍の作成、租税の徴収に当たった。蝶には免疫の特権が与えられた。この村落制度を前提として、近伝制、人志不正、35発卒などの諸制度が実施された。その後の王朝にも三調制は引き継がれた。隣、里、等の区分は、北西では、人なり、両座と、続等、隋では、ほ、両里、と、続等と称された。 ここでいう豪族には、北魏の領域にもともと住んでいた漢族の有力者と、北魏の南下と共とに、中国本土に移った、戦費の大人があったと考えられ、武漢である、ただし守るは、後者が認じられた感触と考えられている。ありがとうございます。